平成ジャンプの山田亮介くんが主演だったドラマ、金大一少年の事件簿あの人も出演していた、銀幕の事件で、倉沢光を演じた俳優さん。個人的な話で恐縮ですが、この役者さんを初めて見た時期と、原作で銀幕を読んだ時期が、ほぼ同じでした。それもあってか、この子役の人が18から20歳くらいの頃、金大一少年のドラマやるなら、倉沢役は彼がいいな、と思っていたら、見事に実現。個人的に痺れましたね。2023年には、朝ドラマの主演にも抜擢する されたそうですそう上木龍之介くんですということで